花崗岩の中に含まれる石英が蓄積された歪みによって割れた時、電磁波が発生するのだ。それを実証する実験をしてみよう。石英の結晶の両側にテッサーをつなぎ、木槌で石英を叩いてみると、なんと電気が発生。これが電磁波となって地上に到達する。